こんにちは。今日はろくろで作るマーブル模様の湯飲みを作りたいと思います。まずは粘土、白土と赤土同量を用意します。白土に対して赤土の収縮率が違ってしまうと作った後に歪みやすいので、赤土の方に白土を少し混ぜて混ざり土にした方が収縮率が近くなって歪みが少ないかもしれません。粘土の質はきめが細かい方がいいです。中に粒々が入っていると削った時に小さな石が筋になってマーブル模様が綺麗に見えなくなってしまいます。同じ質感の粘土を使ってください。両方の粘土をそれぞれしっかりと菊練りしていきます。2色の粘土をしっかりと練りました。粘土と粘土を合わせていきます。空気が入らないようにしっかりと合わせます。そして軽く混ぜます。あまり練りすぎないようにしましょう。ここからは普通のろくろと一緒です。ポイントは最初の上げ下げをあまりしないということです。上げ下げをたくさんすればするほどマーブル模様の筋が細かくなっていきます。ろくろで引いた時には模様が消えてしまいますが、削ることでマーブル模様が見えてきます。